てかさ、世間の人たちはさ、兄弟喧嘩してたの知ってんの？兄弟喧嘩ってか、仲悪いんだろうな、分かってたの。分かってる。だって露骨にお互いの名前絶対出さないじゃん。確かに。番組とかインタビューとかで言われた時に、今までめっちゃ喋ってたのに急に喋らなくなった。お正月も会わないような時間帯だったもん。そうだよ。そうなんだ。そうだよね。うちの父親も知ってたから、仲良くないの知ってたから、高広が何時から何時に来るから。そうだから時間割りみたいな。何時何時で。何時が決まったの？お兄ちゃんから。時間ここみたいな。堀内家の。真ん中の兄弟はずっといるの？いや、ずっといないよ。あ、いないんだ。そのちょっと角立つ。俺と長男だけ会わずに、俺と次男だけ会ったりとか、次男と長男だけ会ったら角が立つからって、うちの父親が気遣っても全部バラバラに行こうよ。